刺し網漁法で使う網です。こっちが水面に浮く方の浮き輪となってて、こっち側川底に置く重りとなっています。あっちも同じ仕様。アユの刺し網漁法は遊漁券とは別にまた特別な許可が必要となります。軽く広げてみました。網のこれ見えないですね。これ 0.6 号の糸が張ってます。糸というか網、まあ人によってというか、まあ網によっても結構この網の目の大きさが結構違います。結構細かくする人もおれば大きくする人もおるんですけど、これは結構大きめで、これに鮎が絡まって鮎が取れます。でさらに網を何個も川の中に仕掛けて、こう区切りを紛りをつけて、でその中でしゃくりながらここにも刺さるっていう風になります。鮎の刺し網漁ってボニー超えたらその網の使用ができるようになるんですけど、それに伴っていつも僕が使ってる箱ガンじゃなくて、水中メガネの使用が可能になります。水中メガネとシュノーケル、あとなんか雨的なやつ。水中メガネなんですが、これガラス製です。これ本来おそらくシュノーケリングとかに使うやつなんですが、プラスチックとか他の素材と違って、ガラス素材のこう水中メガネって曇りにくいです。川の水温と気温との差が激しいので曇りやすくなりがちですが、ガラスの水中メガネはなかなか曇りません。なので刺し網でいつもよりもよく取れやすくなる。さらに水中メガネを使ってずっと川を覗いとける件、すごく効率が良くなって自然とその鮎のしゃくれる量も増えるっていう感じになります。あとはまあ大体いつものしゃくりのやり方と、まあ、同じなんですけど、まあこれ豚よけかな。まあ怪我してもなんか頭守ってくれそう。これ僕めちゃくちゃ苦手です。ここに水中メガネ、水中メガネにシュノーケルをつけて、昨日すごい雨が降って川が増水してるのでちょっと入れないんですが、また近々晴れる日があったらこの刺し網と水中メガネ使って、川に入りたいと思います。これは去年紹介した走らせ用の鮎の装置です。一番先っちょに怒りホルダーがついてて、こうやって簡単に針の取り外し交換ができるようになっているこの装置を昨年紹介させていただきました。去年の時点ではマルトさんっていうところがこの針とこの怒りホルダーを販売していたんですが、もうすでに販売中止になっているみたいです。で、たくさんの視聴者の方からご質問いただいたこの怒りホルダー製造販売停止となっていたんですけど、最近視聴者さんがコメントでこの怒りホルダー同じものを、
製造販売してくれるっていう情報を教えてくれました。その会社が三重県鈴鹿市の有限会社杉森工機さんというところです。その全国にああいうこういう、怒りホルダーを使ってああいうをする人はどんだけいるのかはちょっと正直わからないんですが、一応ちょっと問い合わせさせていただいたら返答が来まして、なんとこれ僕が使ってるマルトさんの怒りホルダーなんですが、この杉森工機さんは株式会社マルトさんの了解を得た上でこの怒りホルダーと針を製造しているようです。ワンセット2500円、ワンセットっていう言い方だったので多分この怒りホルダーと針がついてるんだと思います。このワンセットが2500円、多分生産のロット数の関係からだと思うんですが、10セットからの販売っていうことでした。すごいですよね、こういう緻密なこう鮎に特化したこう怒りホルダーのバルカンを作れる技術があるっていうのがすごいなと思います。それを10個単位から販売してくれるっていうのはすごく優しいと思いますので、もし興味ある方は杉森工機さんのホームページからちょっとお問い合わせしていただけたらと思います。僕の地域ではもうその個人でやってる釣り具屋さんとかもないので、鮎をひいきにこう個人での付き合いがある釣り具屋さんとかが近くにある人だったら、その釣り具屋さんにこうお取り寄せしていただくとかっていうのができるんじゃないかなと思いました。怒りホルダーなんですが、まあ先っちょはね針と絶対噛み合うようになってるんですけど、この竿にこうスポッて入るここ、僕はこれグラインダーで削って自分で微調整しております。でここがこの針の号数によってこの怒りホルダーのサイズも違うので、ぜひ気をつけていただけたらなと思います。情報提供してくれたツナトラフィッシングさん、ありがとうございました。晴れてきました。で間違えて草刈りの時にツルを落としてしまったスイカですが、赤いです。食べてみます。多分まだまだ大きくなる予定だったやつですが、もうこれは仕方がないということでいただきます。おいしい。普通に美味しいです。しかも早いかなと思ったんですけど、全然甘くて、でちょっとした酸味もあって、夏の熱中症対策に抜群の食べ物です。早すぎてダメなんだろうなと思ったスイカ、しっかり美味しくてこういい意味で期待を裏切ってくれました。これまだあと何個かスイカ畑になってるんで、今のところは獣にも何も取られてないんですけど、それも見ながら夏野菜楽しみたいと思います。